認定コーチの西村です。トマビチ博士のちょっと前ルータイスさんの話が出てきた時のお話なんですけど、皆様ご存知な方はご存知の通り、トマビチ博士って昼からしか起きない超なんていうか夜型体質なんです。ルータイスさんは逆にその朝早くにちゃんと起きて、朝からパワーブレックファーストでミーティングみたいな、超なんて言えばいいんでしょう、バリバリ働くアメリカ人の典型みたいな感じだったらしいんですよ。そしたら友淵博士、そのルータイスさんにコーチングの日本代表みたいなのを依頼された時にアメリカ行ってたんですけど、友淵博士が泊まってる隣の部屋でそういったもう朝の会議がちゃんと行われていて、それが聞こえるように話されているのにもかかわらず、博士絶対俺起きねえってなって意地になって寝てたそうです。そんな意地張らなくったっていいじゃんと思うんですけど、なんか博士らしいお話でした。